はい、こんにちは、つかつです。ということでね、今日もやっていきましょういや、今回ね、何するかっていうと、まあ、ついにね、発表されましたよ。第167回、芥川賞と直樹賞ですね。今回もね、この季節がやってまいりました。半年に一度のお祭りですね。僕はね、3年連続参加しております。今回を入れて、 6回、芥川賞と直木賞の候補作を全部読むというね、企画をね、やっております。もう3年ですよ。3年あればさ、人間関係も変わりますからね、僕と芥川賞の関係はどう変わったのかというところですけど、今回は芥川賞ですね、候補作を発表し、そして少し説明したりするという動画ですね。毎回やっている動画です。はい。まあ、早速ね、やっていきましょう。まあ、今回、芥川賞にノミネート されたのは5作品あります一つ目が、小佐川千とさんの家庭用安心交付群像6月号。そして二つ目が鈴木鈴みさんのギフテッド。 文学会6月号そして、三つ目が、高瀬純子さんの、美味しいご飯が食べられますように、群像一月号。そして四つ目が、年森明さんの、NA 文学会五月号。そして最後五つ目が、山下博香さんの、悪定文芸。 かき号ですね。以上、この5作品が第167回の芥川賞の候補となっておりますと。で、先言っとくと、受賞作が発表される日は、来月7月の20日ですね。まあ、大体1ヶ月後ぐらいに発表されますので、 僕は、この1ヶ月の間に、芥川賞5作品、そして直木賞5作品、すべてね、読んで、受賞作をね、予想しようと思います。それはすべて動画でやりますからね。で、今回の芥川賞候補作ね、一人ずつ見てみると、まあ、まず、家庭用安心交付の小佐川千人さんは、1990年生まれみたいですね。僕は1989年生まれなんで、僕より若いと。この人は、慶応義塾大学卒業らしいですよ。しかも、 塾大大学の大学学のの院心理学科出てるみたいですねいいですね、心理学科ね。で、この家庭用安心交付で、群像新人文学賞を取ってデビューですね。つまり今回の候補作はもうデビュー作ということですね。受賞すれば、デビュー即芥川賞のパターンですよ、まあ。たまにありますね。単行本がね、7月に出るみたいですね。僕はこれまだ読んでないんですけど、だから内容は全然わかってないが、難しいとは聞く。難しいけど、 けど、面白いとは聞くので結構早く読みたいんですよ。これまあ、前から気になってました。っていうか今回のね。芥川賞の候補5つは？ だいたいね、事前にね、予想されうる範囲内だったと思います。変なところからやってきて、え、これが候補になるんだ、みたいな作品はなかったですね。びっくりすることはないんだけど、まあ、妥当なことが一番だから、良かったんじゃないのかなと思いましたね。家庭用安心候補はね、もう話すことないんで、次行きますと、二つ目のギフテッドの鈴木鈴みさんっていう人は、1983年生まれ。この人も慶応義塾大学卒来。 で,すね、で、その後にね、東京大学のね、大学院行ってるみたい。日本経済新聞社に勤務して、その後に執筆活動をすると。実はこの人って元 AV 女優なんですね。もう今は辞めたみたいですけれども、元 AV 女優っていうことで、結構ちょっと色物な感があるんですよ。この人はね、実はエッセイ集とかをいくつかね、もう出版してるんですね。まあ、例えば、AV 女優の社会学っていうのが制度者から出たりとか、体を売ったら作用 らっていうのが源頭者かか、出たりとか『愛と子急に花束を』とかいうのも出てるし『JJ とその時代』とかね『娼婦の本棚』とかいくつかねエッセイとか、まあ、評論みたいなやつを出してんですよねで今回初めて小説ね中編小説を発表したらしいんですそれで芥川賞の候補になるということですね僕ね今回の『ギフテッド』が発表されて読んでないんですけどちょっと調べましたもんね鈴木っってて、誰だろうとか思って僕の ブライとととかでもつっっっってててて鈴木読んだだここあるって言われいいや知らない誰と思ったららな誰思たたの人だったらしくて僕ね、前から読みたかったのは、勝負の本だな。この人ね、お父さんかなんかが、学者かなんかじゃなかったかな。だから、家にはね、いっぱい本があったらしいのよ。で、幼い時に本をいっぱい読んでたみたいなことは聞いたことあるんですね。だからこれはちょっと読みたいなと思ってるんですけど、意外と一見チャラそうに見えて、なんか難しいことやってるっていうイメージは まあんのよこの人。いや、僕全然知らないし、本一冊も読んでないけどね。だけど今回ちょっとギフテッドめっちゃ楽しみでね、早く読みたいなと思ってますね。で、3人目の高瀬純子さんですね。1988年生まれと。立命館大学卒らしいですね。犬の形をしているもので、スバル文学賞をデビューしてます。2019年にね。まあ、そっから去年ですね、水たまりで息をするっていうので、芥川賞候補になっております。で、今回2回目の芥川賞候補 美味しいご飯が食べられますようにですけれど僕ねこれも読んでます今回の5つの作品の中で唯一今の段階でもう単行本化されてるんですねでそれを僕はもう読んでましただから今回ね芥川賞ね1個読まなくてもいいんですよこれ結構初めてのパターンだと思うんだよね 僕いつも発表されてから急いで文芸誌集めて読まなきゃと思ってんだけどちょっと心に余裕あるわけ僕。で、あとね僕ね賢いなと自分で褒めたたいたいのは機関本ね犬の形をしているものと水溜まりで息を吸うはどっちも読んでます。だからこの人の単行本全部読んでんだけど僕は。で、この美味しいご飯が食べられますようには僕ねめちゃくちゃ面白かってこれ全然芥川賞取ってもねいいと思ってますよ。また感想動画出しますけど、まあ、ご飯、 ご飯を食べる時に他人の存在というか、他人と一緒にご飯を食べることとか、他人が料理してくれたご飯のこととか、そういうことをね、やってんですよ。ストーリーもね、良かったと思いましたよ。で、あと4人目の年森明さんですね。この人は1994年生まれ、法政大学卒業みたいですね。この人も今年、この NA でデビューですね。文学会新人賞を取ってデビューとかだからこの人もデビュー作、即芥川賞候補となっております。 まあこれは僕まだ読んでないんですけどこれ6月に単行本化されるみたいでこれもね面白いって聞きますよ今回のね候補作全部おもろいって聞くんですよ事前におもろいおもろいって聞いてたんで読むのめっちゃ楽しみでねワクワクしてんだけどねこの人もねデビュー作だからこれ以上言うことないんで次ね最後5人目いくと山下弘香さんの悪帝ですね山下弘香さんは1994年生まれと2015年に ドールで文芸書を取ってデビューですね。だからこの人は7年前にもうデビューしてるんです。この人ってね、もうすでに3つ単行本ね、出てるんですね。ドール、クロス、エラーですね。僕は全部読んでますね。漢字としてはね、3つともね、あんまり共通したテーマっていうのがないと思ってるんですね。まあドールは男の子の話でラブドールをね、自分の部屋に持ってて、まあ人形性愛みたいなことをやってる話と、あとクロスっていうのは、 異性相だっけいわゆる主人公は男なんだけど、女装するということをテーマにしてる。あと個人的に好きなのはエラーですね。エラーは大食いチャンピオンの話なんですよ。主人公は女性で、よくテレビチャンピオンとかでね、大食い王みたいなあるじゃないですか。あれに参加してめちゃくちゃ食うみたいな話なんですよ。だからあんまりね、共通したテーマってないような気がしたんだけど、なんかね、噂によると悪帝っていうのは、 悪態のことだしね。悪い態度と書いて悪態って読むでしょ。あれを、まあ、生って悪態って言ってる主人公の話らしいんだよね。まあ僕もまだこれも読んでないので、全然感想はないですけれども、山下博かさんはね、やっぱ前からね、僕気になってたわけですよ。僕あの、新人キラーっていうか、新人の人の呪文学めちゃくちゃ読んでますから、今回山下博花来たのとても嬉しいですね。まあそんな感じで5人ね、説明しましたけれども、まあニュースとかでね、 5人ともね、みんな女性であるみたいなことをプッシュしてるねニュースあったんですよ僕はあんまりね女性だからうんぬんというのはないですね推してる人がねたまたま女性だっていうことはそれありますよ山下浩かも高瀬淳子も僕は全部過去の本読んでますからねそういう用意をしてそういう心構えで待ってたら来たからとても嬉しいみたいなのはあるんだけど別に女性だからとかはね本当にないなまあ、今回ね、ね、芥川賞、ね、とても思 面白いと思う。皆さんもね余裕があったら是非読んでほしいし単行本化出ますから気になるね。 本があったら1冊でもね、2冊でも5冊でもね、買って読むっていうのはね、本当にいいと思います。まあ、また直木賞の方も動画作りたいと思っております。はい、そんな感じ。まあ、皆さんはね、今の段階で誰がね、受賞すると思いますかもしあればコメントでね、教えてください。はい、そんな感じ。今回は終わります。高評価、コメント、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。ではでは、つかちゃんでした。バイバイ。